え、ここどこ？ねえねえ、聞いてよ。あ、みおり。私たち、豊富町の PR 係に選ばれちゃった。ということで、スタート。最初は豊富町の代名詞と言っても過言ではない酪農の紹介です。豊富町は約1万3000ヘクタールの牧場を基盤として乳牛が育てられているんだ。え、そんなに広いんだ。広大な土地でストレスなく育てられた乳牛から取れた牛乳はすっごく美味しいよね。うん、とっても美味しい。あと豊富牛乳を使ったヨーグルトも濃厚ですっごく美味しいよね。あ、そうそう、セイコーマートでは豊富牛乳や豊富牛乳を使ったヨーグルトなども販売されてるんだ。もし豊富牛乳を飲んだことがない方は豊富町に遊びに来て温泉に浸かった後の最高の一杯をお試しください。次は豊富温泉です。今回はここふれあいセンターを紹介します。ここで温泉に入ることができるのですが、この温泉が少し変わってるんですよね。そうなんです。実はこの温泉、石油が湧き出てるんです。石油？ほらほら、ちゃんと石油でしょ。ほんとだ、こんな温泉見たことない。実は僕、アトピーの治療のために宮城県から豊富町に引っ越してきたんですよ。宮城から？え、もしかしてこの温泉で治療をするの？正解。この石油成分にはアトピーなどの皮膚炎に効果があるとされているんだ。僕の他にも各県からたくさんの湯治客が訪れているんだよ。それはすごい。温泉が自分の町にあるのはなんだか誇らしいね。観光としてもこの珍しい温泉に入ってもらいたいね。次はサルベツ原生花園です。ここは高層湿原という地帯が広がっていて、特に豊富町は環境がいいことから湿原でしか見られない花や植物を四季を通してたくさん見れるんだ。へえ、季節によって違う植物が見れるんだ。そして野鳥や渡り鳥も多くやってきて、貴重な場所として条約も結ばれているんだ。すごい、今度行ったら野鳥見てみたいな。そしてね、このサラベツ原野はとっても広いんだよ。そうなの？なんとね、東京ドーム1400個も入る広さなの。え、なまら広いじゃん。サラベツ原野の植物や動物、歴史などはこのサラベツ湿原センターで見ることができるから、ぜひ立ち寄ってみてください。このように豊富ならではの観光スポットがたくさんあります。え、田舎だねって？そうです。豊富町は人口約3700人と小さな町ですが、のどかで自然豊かな町だからこそ見れる景色もあるんです。ではどうぞ。いかがでしたか？少しでも町の魅力が皆さんに伝わっていれば嬉しいです。このチャンネルでは他にも豊富町に関する動画をたくさん投稿しているので、ぜひ見てみてください。そして豊富町のインスタグラムも開設しました。豊富の景色や特産品を使った料理などをアップしていく予定なので、概要欄の URL からチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。いいとこ豊富、豊富町。